にちは、草場ひろきです。今回紹介する精油はローズマリー精油。ローズマリー精油はシソ科の植物から水蒸気蒸留法で抽出される精油です。ただですね、成分はですね、18シネオール、ボルネオール、カンファー、ベルベロン、酢酸ボルニルなどを含んでいるんですが、この成分構成が精油にロットとかですね、産地などによって違ってきて、その成分的にケモタイプというんですが、ケモタイプが変わってきます。ですのでローズマリーですね、ローズマリーシネオール、ローズマリーカンファー、ローズマリーベルベノンなどがあります。メーカーによっては一律にローズマリーで紹介されることがあるんですが、成分を見ていただくとシネオールなのかベルベロンなのかカンファーなのかで使い方が全然違ってきます。ではそのローズマリーの紹介なんですが、基本的にローズマリーシネオールの場合ですと 10ml で3000円前後で、だいたい精油の一般的な価格帯になりますが、カンファーベルベロン、特にベルベロンになるとその価格が 10ml で6000円ぐらいになるので、成分によって値段は全然違ってきます。嗅覚反応分析士にとって IM チャートではローズマリーシネオールですと右下ですし、カンファーとベルベノンですと IM チャートの左上の精油になります。まあ、今回はローズマリーシネオールのことについて詳しく紹介したいと思います。ローズマリーシネオールなんですが、特に特徴的な成分は18シネオールという成分ですね。ちなみにこの18シネオールという成分ですね、他にもユーカリ、グロブルス、ラディアタムとかラビンツァラとかローレルなどに多く含まれている成分でもあります。この18シネオールに対してですね、株式会社ファンケルの研究で2018年に公開特許広報でも紹介されているんですが、なんとですね、この成分、匂いを嗅ぐだけで短期記憶が向上するということが研究で分かっているんですね。なのでよくローズマリー匂いを嗅いだら集中力がとか頭が良くなるとかっていうのは、なんとこう成分的に確認されていて、ローズマリーの中でも18シネオール、カンファ、ベルメノンだと18シネオールが関係するということがこの研究によって分かっているんですね。短期記憶っていうとですね、まあ、記憶の中でも短い記憶のところなんですが、そこに18シネオールは影響を与えますよということで、それ以外にもですね、記憶だけじゃなくてですね、集中力にも影響を与えます。18シネオールを使った場合と無香料の場合での比較で匂いを嗅いだ実験なんですが、同じくそのファンケルの中での研究で紹介されているんですが、公開特許広報の中で活力がみなぎったとか、能率が良くなった、あと足取りが軽くなったとかですね、機敏である、体がだるくない、気が緩んでないなどなど、香りを嗅がなかった時とか嗅いだ時ではですね、集中力に関係するような効果が確認できていると。でも中には香りがない時より18シネオール、この香りを嗅いだ時に気が散ったというケースもあるので、ここはですね、特に18シネオール、ローズマリーシネオールの香りをいい匂いというふうに感じた方は、まあ、集中力が増して短期記憶も向上する可能性があるので、特に勉強中の方とか受験生でこの匂いが好きだなっていう方はローズマリーシネオールの香りを楽しんだらいいんじゃないかなと。使い方として、まず濃度はそんなに濃くなくてよくて、まあ、0.1% ぐらいから 50% までの幅で効果期待できるんですが、どのタイミングで使ったらいいか、もう記憶したい時です。ずっとローズマリーシネオールを炊いといたらいいかっていうと、そうではなくて、長時間香りを炊いていると逆に短期記憶が低下するっていう結果も得れているので、記憶力を向上させたい時に匂いを嗅ぐと効果が期待できますよということですので、まあ、例えば香水みたいな感じにしといて、今から集中しようって思う時にシュッと香りを嗅いで、まあ、スイッチを入れるような感じですね。それを使っといたらずっと記憶力がアップするというよりは、自分のこのスイッチを押して集中力をアップさせて短期記憶を向上させるというような使い方が向いていると思います。以上、ローズマリー精油の中でもローズマリーシネオール精油の紹介でした。また次の動画でお会いいたしましょう。